高橋先生、どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、先生はどうしてマスタークラス入られたんですか？まあ、ずっと結構長く時計塾は重鎮で卒業できずにずっと でもうちょっと先のこともちょうど知りたいなと思ってた時にマスタークラスができたので、それで、まあ、参加してみたいと思いました。はい、実際受けてみてマスタークラスの授業内容どうでしたか？難しくて楽しかったです。なぜかって難しいのを楽しいと言えちゃう人たちで集まりで、本当にでも引っ張ってくださって本当にありがとうございました。まあ、どんな成果が出たか、まあ、経塾からでもいいですけども、マスタークラスだけでもいいですけど、どんな成果が出ましたか？そうですね、特にこの、最近教えたいと思っているような生徒さん、私が一番求めてた生徒さんたちが問い合わせしてくださって、レッスンに来てくださる数が多くなってきたので、それは大変嬉しいです。なんか聞くところによると月収の方もね、今月、そうですね、今まで最高記録になりました。素晴らしいです。で、入る前どうだったんですかってちょっと聞いた時びっくりしちゃったんですけど、経塾入る前どういう感じだったんですか？いや、私自身もね、香川という名前も有名ですし、何しているんですか、コレペピトールです、何ですかそれはっていうのがどこでも言われてましたけど、やっぱりもう2年ぐらいかけて、だいぶ音楽に関わる人には広がってきたし、初めましての方にも、あ、これペティドールの香川先生ですねと言われるようになったので、無名時代が先生にもあったというのはびっくりしちゃうんですけど、そういえばね、無名時代があったと、そうです、でもすっかり有名人になってきて、ね、素敵ですね。はい、マスタークラスの魅力はどんなところでしょうかね？まあ、少人数で、そして、そうですね、難しいことですけども丁寧に勉強できるっていうところがやっぱり魅力ですね。これ自分でこう求めるだけでは絶対わからない情報がいろいろ入ってきたっていうのは大きいと思います。少数制でね、少数制、はい、これから発信していこうと思うんですけど、まあ、マスタークラス、講師に認定制度というのが始まりまして、まあ、これからコンサルを、ね、していただく感じにもありますけど、コンサルについてはどう思いますか？そうですね、もちろん横先生のような経験豊富な方からのコンサルっていうのも重要ですけど、やっぱり経営塾で勉強しながら皆さんこう実績を上げているので、それでそのいろいろな有益な情報っていうのをやっぱりお分けしたいなと思うので、そういう意味でいいことだと思っております。じゃあコンサルデビューも控えているということでね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。